僕はあのマシンをたくさん集めて、うん、駐車場にあのジムを作りました。すごい。すごい。今日最後の10代なんですよ。24時間一緒にいるんで祝ってもらおうと思います。カバとママ手つないでてっていうのもすごい可愛くて、いつかやりたいなって思ってます。いつですかね。いつだろう。近々。家族でのファミリーコーデ、今日は組んでいただいているんですよね。はい、事前にこちらは桑田真澄と言いまして、はい、家族であの出かけるこのコーディネートで出かけれるように、うん、あの同じ色の系統 で、はいはい、で母のはちょっとこうピンク足して女性らしさを出して、はい、ちょっと、はい、ポイントで入れてます。イケてるパパママですね。イケてるイケパパママですね。はい、マート君がこうコーデをするっていう親、うん、子供さんが親御さんのファッションをコーデするっていうのも素敵だし、こうなんかその自分のデニムの色に合わせてシャツも似てるとか、うんうん、すごいもう仲がいいんだなっていうのが見て分かって、なんか幸せな気持ちになりましたね。はい、ちっちゃい子がギャップの洋服着てるのもすんごい可愛いんですよ。はいはい、ね、たまにインスタとかでさ、うんうん、あのファミリーの写真でちっちゃい子がいてとか、ね、カバとママ手つないでてっていうのもすごい可愛くて、うんうん、いつかやりたいなって思ってます。いつですかね。いつだろう。いつだろう。近々。近々。僕は普段白と黒しか着ない人で、あの現場ではいつも用意されているのがカラフルなものが多いので、あの普段はちょっと服だけでもナチュラルにしたいなと思って白か黒にしていて、なのでこうしたこうデニム着るのはすごく新鮮で、そうですね、で買うときは最近本当にオンラインが増えましたね。はい、でもこうしてあの店舗に見に来るのって本当に今日久々なので、すごく新鮮な気持ちでした。長く使えるものっていうのを最近は買うときに考えてて、この1年だけしか着ないな、2年だけしか着ないなってよりも、この先もずっと着ていきたいなって思える洋服を買うようにしていて、あとは一応この、 あの雑誌でモデルもやらせたりとかしてもらってるので、いろんなファッションに挑戦するようにはしていて、まあ、いつかマット君みたいに自分のスタイルはこれみたいなのは作りたいなって思うんですけど、今はこういろんなあのジャンルに挑戦してファッションを楽しんでいきたいなって思ってます。プライベートまだ会ったことないからね。会ってないんだよ ね。青ぜひお互い見てみたい。はい、シルエットがすごい自分見ちゃうんですよ。あのサイズ感とか、うん、S か M で2時間悩んだこともあったりするぐらい悩みますよね。なんで本当シルエットが大切だと思います。明日がお誕生日。あ、そうなんですよ。今日最後の10代なんですよ。20歳の誕生日。そう、明日で20歳なんで、ただ、嬉しい。おめでとう。ありがとうございます。恥ずかしいです。しっかりしてる。あ、本当だ。ここに書いてあるんですね。はい、本当は1969 違うんですよ。かわいい。なんか誰かに祝ってもらうとかそういうことはあるんですか。多分お姉ちゃんぐらいですかね。お姉ちゃんのみちちゃんに祝ってもらおうかなって。本当仲いいもんね。そうなんですよ。すごい素敵。ずっと一緒にいる、24時間一緒にいるんで祝ってもらおうと思います。僕はあのマシンをたくさん集めて、すごい、あの駐車場にあのジムを作りました。すごい。すごい。であの兄がすごい体大きいのでにこう教わりながらいろいろやったりこう懸垂したりとかやって、あのトレーニングずっとしてました。私も一応なんか小さいけどローラーとか買って腹筋鍛えたりとか、でもこうヨガとか瞑想とかして自分を整えるっていうことをしてて、うん、そしたら本当にあの例えば過食というか、うんうん、食べたいっていう気持ちも減ったりとかして、うんうん、自然と私は落ちていくタイプでした。太らなかったです。実は7キロぐらい太りまして。そうなの？あの頑張って絞りました、あの今日のために7キロ。なんで太っちゃう？やっぱ食べ物しか楽しみがなかったんで、いっぱい食べて太っちゃいましたね。戻したのはどうやって戻したんですか？それもあのなんかモデルとかやってるんでなんかそういう発言したいんですけど、実は夏バテで痩せられました。そうなんです。あの気にしなくてケアしないで痩せられましたね。